AA-52 または AAT-52 はフランスが第二次世界大戦後に開発した汎用機関銃である。現在ではもっぱら車両搭載用として使われており、不評用機関銃の役割はより軽量なミニミケー機関銃に譲っている。第二次世界大戦直後のフランス軍の主な正面装備は今度がドイツに占領される前に製造されたものや、 アメリカやイギリスから供与されたもののほか、ドイツから戦争賠償がありに接収したものも含まれていた。しかし、フランスは自前の兵器産業の復活と1946年に始まったインドシナ戦争において、ベトミンと戦っている部隊に新鋭兵器を供給する必要に迫られたため、1950年代初頭にアメリカ製のブローニング M1919 重機関銃や、 国産の FMMD1924-29 軽機関銃の後継機関銃として、そしてフランス軍の標準機関銃を目的として開発が始められ、1952年に完成した。部品製造には同時期に開発された MAT49 と同様プレス加工を多用するようにして生産性を向上させるように工夫されている。また、 AA-52 はフランス初の汎用機関銃でもある。AA-52 は FA マス小銃と同様に作動機構としてレバー遅延型ブローバック方式を採用している。同方式は H&K 車製の G3 小銃や HK21 機関銃のローラー遅延型と同じ系統に属する自動ブローバック方式であり、レシーバーボルトボルトキャリアの3部品を 二本の爪を持つレバーを介して連結し、テコの原理を利用してボルトの解放を遅延させる構造を特徴としている。レバー遅延型ブローバック方式を採用しているため、重心には命中精度に影響を与えるガスポートが存在せず、その基部だけでレシーバーと結合するフローティング支持構造となっている。ガス圧作動方式の機関銃のような重心化のガスシリンダーは存在せず、 また、MG3 のような重心全体を覆う放熱カバーもないため、同クラスの汎用機関銃としては、かなりスッキリとした外観となっている。ZB26 やマグと同型の重心にキャリング、ハンドルが付属するデザインであるため、重心を交換する場合にもハンドルを用いて加熱した重心を保持でき、重心交換時に、 耐熱グローブが必要な初期型 M60 や MG34 と違って、素手で交換作業ができるが、二脚付き重心は交換した際に薬室部へ砂や泥が入り込んで、射撃不能となるトラブルを招きやすい。また重心を外してしまうと本体を支える術がなくなってしまうため、いては片手で本体を保持しながら重心を外し、予備の重心を差し込んで付け直すという、 副射時には、不可能なほど困難な作業を要求される。ただし a a 5には、野戦での移動射撃時は2脚付き重心を装着して、軽機関銃として使用され、3脚を使用する、間接照準、持続射撃時には、肉厚の重重心を装着して、重心交換を行いながら、重機関銃として使用される運用が原則であり、 二脚を使用する際は加熱も少ないため重心交換は最初から想定されておらず、この欠点はあまり問題とされない。艦艇上で NF-1 の射撃訓練を行うフランス海軍の兵士とゴールの第五共和成果でフランスは自立国防路線を取っていたため、配備当初の AA-52 は独自の弾薬である 7.5X54mm フレンチ弾を 使用していた。しかし、周囲のナトー加盟国は、汎用機関重要弾薬として 7.62mm、ナトー弾を使用していたため、他のナトー加盟国軍との合同作戦時に弾薬を供要できない、不利益があった。発展途上国への輸出時にも、使用弾薬がネックとなって、他の欧州諸国に遅れを取ったため、 1960年代から 7.62mm、ナトウ弾を使用する派生型の NF-1 が製造されるようになった。フランス軍内の a a 5にも蓄次 NF-1 へ回収、または新規製造の NF-1 に置き換えられて現在に至っている。この AA-52、NF-1 は不評用機関銃として採用されているほか、 ルクレール、AMX-30 戦車、AMX-13 系戦車、AMX-10P 不評戦闘車、アマル走行車、アーク9 0走行車、AMX-10RC 走行車、バブ走行車、VBL 走行車などのフランス製走行、戦闘車両に副武装として装備されている。また、フーがマジステル練習機の機種部分に二丁装備する。 ことも可能である。ありがとうございます。